どうも、シュートです。さあ、今回もイフトボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はですね、まあ、最強のスーパーサブを使っていきましょう。まあ、使っていきましょうというか、まあ、選手の能力値とか特徴も紹介していきながら、おすすめの起用法なんかも、ちょっと解説していこうかなと思いますけど、もう、どの選手かは、まあ、ほとんどの人分かってるでしょう。昨日登場した選手ですが、こちらのフェデリコ・キエザですね。まあ、まずこの選手の詳細見ていきましょうか。身長175センチ、右利きのウィングストライカーで、適性はまあ、ウィングハーフと ST ができるって感じで、まあ、能力は大体こんな感じで、僕はドリブルとスピシュンを結構上げましたかね。他決定力とかはそんなに上げてないですが、まあ十分感じれます、これぐらいでも。まあ今までの通常キエーザとかよりもはるかにドリブルが上がってるんで、めちゃくちゃドリブルしやすいし、トップスピードがとにかく速い。まあスピシュンとか見たらわかる通り、まあエンクンクに結構似てますよね。まあ逆足頻度が最高っていうところも非常に良くて、コンディションの波小さいスーパーサブもね、実は結構貴重で、例えば僕が使ってるレアオンだったら普通ですし、まあちょっとこのスーパーサブとかはね、例外ではありますけど、そうですね、例えばシアラとかもコンディションの波普通やし、確かダニオルモも普通じゃなかったかな。ダニオルモも普通ですね。あとベンゲデルとかは小さいですけど、本当にコンディションの波小さいスーパーサブっていうのは珍しいんで、そこもねやっぱキエザでかいなと。今週ライブアップで D ではありますけど、不調ヒーターも1回ぐらいで、なんなら好調ね3、4回引いてるんで、やっぱイーフトはコンディションの波小さいゲーやね。でまあスキルもダブルタッチ持ってたり、コンカもね右も左も両方打てるし、ピンポイントクロスも使えて、チェイシング持ってるのもいいですね。やっぱスーパーサブって出てきて相手事故らせることもできるし、スーパーサブ持ってて闘争心と、まあ、ほんと使用感が抜群な選手。まあ今スーパーサブ界ではレアオンがね理不尽系の最強として君臨してますけど、それだったらキエザは使用感操作感界でのスーパーサブ最強かなと個人的には思います。やっぱレアオンはね使いにくいっていう人もちらほらいるんですよ。使い方さえ分かってしまえばこの選手めちゃくちゃ強いんですけど、やっぱ逆足頻度やや低いっていうところもちょっと気になるし、そこでね使わなくなる人もたまにいるんですけど、キエザに関してはもうほんと誰が使っても使いやすい選手なんじゃないかな。通常でもほんと強かったんでね。でまあ今回は左右でここの ST、 まあ右の ST もまあ若干試しましたけど、まあこの4箇所で試しました。まあ結論どこで使うのが一番強いのかって言われたら、個人的には最前線かなと思いましたね。まあ、もちろんサイドハーフでも強いし、細かいタッチと爆速ドリブルでこう縦突破とか中切り込んだりもできるんで、めちゃくちゃ強いのは強いんですけど、なんかね抜け出しの AI とかもものすごい良くて、やっぱ決定力も数値以上に感じちゃうんで、最前線がすごい魅力的だなと思いましたね。ただまあ僕の右側のスーパーサブはやっぱり今途中交代でカカ使ってて ST で、やっぱアウトスピンキック持ちはでかいなと思いますし、いくら逆足頻度最高でもそこにはちょっと太刀打ちできないんで、左側で使うってなったらちょっと今度はねレアオンと被ってくるんですよ。ここをどう使い分けるかなんですけど、最前線使いやすいタイプを置きたかったらキエザ置いて2列目から上がってくるレアオンを使うで、逆に CF に理不尽タイプを置きたかったらキエザとかで運びながらパス出すタイミングとかを見計らいつつ、自分で行けるならコンカとかも打ちに行っちゃう。まあ、結論どっちも多分ね使う人ほんと多いと思うんで、結構ね人によると思うんですけど、レアオン使わないなら僕は最前線で使うかな。でまあ右側に置く場合はやっぱクロス上げる人専用かなっていう感じはしましたね。右ハーフで使えるスーパーサブやっと登場したみたいなね、そんな感じにもなってたんですけど、まあクロスは本当にいいんですが、やっぱここはねこうガーって持っていって利き足で持っていって、そのまま右足のアウトスピンで打てる選手がねやっぱ強いんですよ。だからエンクンクとか相当強いし、まあガビとかもめっちゃいいんですけど、キエザにはちょっとそれができないんで、左足の精度もね悪くはないですけど、比べちゃうと劣ってしまうかなって感じはしたんで、やっぱ個人的には最前線で、まあもうレアオンと組ませたかったら別に右側に置いてもいいと思うんで、カカとか持ってなかったらね。まあ結論今のスパサブ2トップはこの2人に任せとけば結構安心できるんじゃないかなと思いましたね。まあデウロフェを持ってるならキエザとか2列目とかでいいと思いますけど、ここ ST にして99キエザで使ってこの2トップが本当にいいと思います。てかこの2人はどこかしらスーパーサブで絶対使った方が良さそうですね。結構長々と説明していきましたけど、ちょっと試合の方移っていきましょうかね。まあ調子良かったらスタメンで使おうと思いますけど、基本的には後半から試合の動画の方を撮っていきましょう。よし、では前半 2-0 で終わったんで、ちょっとねキエザ使っていきましょう。コンディションは普通と。じゃあまあちょっと最前線で使っていきますかね。レアオン2列目にしてちょっとカカと組ませましょう。まあ正直キエザ右でもマジ普通に強いんですけどね。ただやっぱね僕の右 ST はカカが不動なんですよね。もうカカ持ってなかったら正直レアオンと2トップ組ませるのが一番だと思います。それではやっていきましょう。さあキエザいきなり、いやカット惜しいね。まあチェイシングもあるから守備もねしっかりとやってくれます、前線から。さあレアオンから、うん、どうしようかな。ちょ一回ここ預けて、さあキエザ、お、キエザこんなとこおったか、ガビかと思ってた。さあここ一人で行っちゃいましょうか。トップスピードでガン行って、あこっち、うん、そこは無理か。素直にちょっと縦行けばよかったな。ちょっと今のはもったいないことしましたね。はいこっち使ってから、はいカカで、さあキエザ抜け出すか、ちょっと惜しいか。さあレアオン来て、
エアオン来て、さっき言うぞ、ここで受ける。はい、あー、ちょ、エッジダンスな、そんなとこで。俺ダブルタッチしたかったのに、もうやらかしたわ、それは。じゃ、デミラル、ちょっとここ、守ってもらおう。ちょっとさすがにクロス、止めよう。あー、入んのそれ。こっからあと10分でなんかできるか？さあ、開幕一人ちょっと運んでいこうか。さあ、君、ひかわして、ナイスドリブル。さあ、ここ。はい。この辺ちょっとダブルタッチ入れて、こうグイーンいって、いや、惜しい、あと1枚やったな。いけそうな匂いは出てましたけどね。さあ、ガビ。はい、こっち。さあ、カカで、ちょっと運びつつ。一回レアンを挟んで、さあ、キエザ開いた。もう今回はここか。いや、ちょ、ファールなし。うっそー。やばい、時間ない。ちょ、せめて1点だけ取らして。はい、こっち運ぶ。一人で運ぶ。ちょっと逆まで一人で行っちゃうかも。一人で行っちゃって、はい、こっちえぐって、はい、えぐって、はい、もう一回かわす。で、ダブルタッチ今回。うわ、オッケー。危ない。ちょっと最後に1点取れたな。まあ今の1人で運べたし、今回もナイスでしょう。今回かかってたかわからんけどね。まあ3-1と。まあこれはさすがにもう1試合。いや、もう2試合ぐらい行こう。で、ちょっと2試合目やろうと思ったんですけど、キエザ好調やったんで、せっかくなんでちょっとスタメンで使っていきますかね。まあメッシと組ませる感じでこれでいいですかね。ムバッペも使いたいですが、じゃあマラドーナ入れて、こんな感じで行きましょう。お相手さんは4-1-2-3と。まあ普段はたとえ好調やったとしてもスタメンからは使わないですけどね。せっかくねスーパーサブ持ってるからもったいない。絶好調やったら別にスタメンでもいいと思いますけど。さあ、ここで奪って、さあ、ブロゾビッチ、はい、ここ落とす。さあ、キエザ、ここ折る。さあ、ここスルーパス流す。完璧。で、ネイマル、キエザ、コンカ、はい、オッケー。いや、このコンカの軌道なんですよね。決定力75しかないけど、まあ好調とかで上がってるとはいえ全然低いんで、入らんのちゃうかなと思ってた人もいると思いますけど、キエザはマジで固有のなんかあるんかってぐらい入ります。でも、ここでしっかり拾う。ナイス。さあ、キエザ、じゃあここ中えぐっていきましょうか。はい、スピードで中えぐっていって、はい、ペドリも、はい、もうちょっと、もう一回右サイドまで行っちゃうと。一人で右サイドまで行って、はい、ナイス。はい、ナイス。はい、あー、ちょっともう一枚見えてなかった。うわ、最悪や。あと一枚抜いたら完璧やったんですけどね。もったいないことしたな。やばい。うわ、マジか。これはちょっとワイツさん上手かったですね。いいパス回ししてましたね。さあ、ブロゾビッチから。はい、ここ、メッシ使って、さあ、キエザ抜け出すか？はい、キエザ、こっちからのコンカ。いや、神！いや、決定力75よ、これで。なんかおかしくないか？爆速ドリブル持ってて、このコンカ持ってますからね。もうなんか決定力の数値がよくわかんなくなってきましたね。だからね、もうドリブルもできるし、もう決定力もあるキエザ、マジで取った方がいいのよ。もちろん当たらないっていうリスクもあるとは思いますけど、これは狙いに行って損ないよ。3年今ある？ここでタッチ。はい。ちょっと、キエザ使いたいけど。これは無理か。さすがに無理やな。まあ、前半は2-1と。いや、ナイス2点コンカですね。さあ、ここ近くの選手預けて、ペドリですかね。ペドリ預けて、さあ、ペドリで。はい、ちょっと下げて。はい、ここ下げる。はい、ここ。あー、キエザ出したい。キエザ出したい。はい、ここ。はい。前向いて。えぐい。あー、入らんか。ほんと入ってもおかしくなかったっすからね、今のは。さあ、ここ。はい、ペドリで。さあ、キエザナイス抜け出し。ここは、さすがにダブルタッチからの、うわあ、引っかかっちゃったな。はい、ここしっかり奪う。ナイス。はい、ここ、中つけて、どうしよっかな。こっち出してから、キエザ。で、ここ、タッチ。いやあ、これは、チェイシング。オッケー、まあ3-1と。まあ割と見せれたんじゃないこの試合は。まあもう1試合ぐらいやっときますかね。で、ラスト3試合目、前半1-0で終わってきたんで、ちょっと今回はね、サイドハーフにおいて縦突破力、ドリブルをちょっと多めに見てもらおうかな。どれだけ突破できるのかっていうのも見てもらいましょう。さあ、もうこの辺からキエザに預けちゃって。はい、やらかした。まああんま無謀なドリブルはさせすぎん方がいいよね。さあ、グバルディオル。こっちで、あー、でもキエザナイスカット。ここで、キエザ使いたいけど、まあ、一旦こっち運んでから、はい、縦行く、ナイス。さあ、ここで、中行くかと見せかけて、縦行く。お、ナイス。おい、ここキエザ、行くよ。一人で行くよ。はい。ダブタッチ入れて、コンカ。あー、もう、じゃ、守んな、そんな。絶対守らんでいいし、もうそんな入って当然やろ。はい、ちょっと乱れましたね。さあ、ルークショー。はい、ここ。キエザで、こう縦ガン行く。ちょ、クロス上げてみる？インパクトクロス。いや、いいクロス上げるね、やっぱ。やっぱクロス上げる役としても普通にスーパーサブで使えそうですね。まあ、あんま僕は、やっぱドリブルとかする方が楽しいんで、そういう使い方しますけど。さあ、カカ？はい、ここで。あー、キエザ？まだあるぞ。はい、ここ。な、エッジターン。おー、すごい。おー、コンカ？おー、入らんよな。はい、ここで。ワンタッチ。ナイス。フラスルー。じゃあ、ここ、中パス。おー、完璧？あれよ？オッケー。まあ、いい抜け出しからのいいヘディングでしたね。やっぱ足早いから抜け出しも早いと思います。さあ、逆サイ持っていって、さあ、キエザ。ペドリに勝て。いや、勝てる、ナイス。
あー終わっちゃった、マジか。まあまあいい盾突破からのねアシストもしたんでいいでしょう。まあ、今回はこのユベントス CS のキエザ使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。とにかくまあドリブルの足速いし決定力も数値以上に感じる、使用感的にも本当申し分ないですし、逆足も使えるし、僕的にはやっぱこの辺の ST とか右側の ST とか最前線をおすすめしたいですけど、サイドハーフで使うのも全然いいと思うんで、まあとにかくこれから僕は D でも結構使うんじゃないってレベルで、まあずっとガチスカに入れておこうかなと思います。それでは今回答え動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。